キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト戦略、今日は阪神タイガース戦でございます。はい、はい、ということで、はい、やっぱアレンパできずね、うん、あ、まあ、昨年はね、はい、下村、椎葉、うん、山田も大崎、石黒津だと、はい、ね、まあ、下村君がトミー・ジョンでね、うん、手術して、まあ、復帰には1年はかかるから、でまあ、来季は無理だね、はい、正直ね、うん、で椎葉君、もうちょっといけると思ったけどね、うん、で、まあ、山田も大崎は、これはもうあの北条とか、あの内野を戦力外にして、はい、で高校生で、ね、未来を埋めていくっていうところの、まあ、選択、はい、で石黒津だと、うん、すぐ一軍には誰も出てこなかったね、はい、まあ、それでも余裕はありますからね、そうだね、チームとしてね、まあ、今年やっぱ勝てなかったのは、はい、やっぱフォアボールの昨年から言うと少なさだね、うん、やっぱりそこが、まあ、達成できなかったことが、まあ、最後足りなかったところだと思うんだけども、はい、俺知ってんね、阪神、おお、阪神分からないんだよな、どこ行くか、俺はもう1位知ってんね、俺はもう、はい、じゃあ、お願いします。第1回選択希望選手、阪神、金丸ゆめと。地元だから、か、地元の大学の関西から飛んなくてどうするんで、はい、昨年、はい、やっぱり、うん、競合は避けて、はい、一本釣り使用作戦の下村行ったと、はい、で、怪我しちゃったから、うん、もう競合でも行けっつって、はい、今年は今年は行けっつって、くじ引きに行くぞ、うん、でもう絶対的なエースとして、はい、取りに行くんちゃうかっていうね、うん、だからまあ阪神で言うと、うん、まあ、今年先発ビーズリーがね、はい、よかったっていうのもあるけども、うん、全体的に言うとね、才木が13勝3敗、はい、いい形だね、うん、で村上が7勝10敗と、うん、まあ、援護がちょっとなくてね、はい、負けが先行してるっていうところもあるけどもね、うん、で大谷が10勝7敗、はい、で、なんといっても誤算はこの人でしょう、伊藤将司、はい、4勝5敗 4.62 防御率、ね、で青柳2勝3敗、うん、11試合しか投げれず 3.88、うん、ね、で西勇輝はもうベテラン来季35歳、うん、6勝7敗、はい、ね、我らの西純也、はい、なかなか出てこれず、で門別もね、まずちょっと早かったと、はい、いうところで、はい、やっぱ俺先発取った方がいいと思うね、うん、そうですね、まあ、言っているに越したことないですからね、そう、うん、だから次来なきゃいけないのが、はい、まあ、西純也森木だよね、うん、あの阪神でいうとね、はい、まあ、ドラフト1位で森木も取ったわけだからね、うん、でもあの2軍で21試合登板して防御率 11.32、はい、ちょっとひどいよね、ちょっとひどい、これは2、3試合で11点だったら分かるけど、うん、ね、で、門別、ね、ちょっと必要以上に持ち上げられすぎたのもあるんちゃう、本人かわいそうなんちゃう、ちょっとキャンプですごかったですからね、注目度が、達川さんに言われたこともあってね、うん、2軍で、15試合登板 3.96 防御率、うん、4勝5敗っていうね、はい、1軍では0勝2敗、はい、やっぱ取った方がいいと思うんだよね、うんうんうん、でその次出てくる先発いないよね、若いとこ少ないですね、いなくない、ないですね、次出てくる先発、うん、じゃあ今挙げたね、西ね、で青柳、ビーズリー、佐伯、村上、高橋遥人、大竹、伊藤将司、次出てくるやついなくない、うん、まあ門別になっちゃうよね、うん、西純也とかね、でもそれじゃちょっと悲しいから、はい、うん、まあ、先発取った方がいいよねって俺は思うんだけどね、はい、本当は去年の下村と椎葉が出てこなきゃいけなかったんだけど、うん、まあ、手術とちょっと出れてこれなかったっていうところで、しかも下村は来年も多分トミー・ジョンだからダメだと思うから、はい、いいんちゃうかと思うけど、うん、いいの誰かドラフト1位、僕も金丸くんだと思ってたんで、うん、もしくは今朝丸、今朝丸くん、うん、あ、関西から、関西の高校生、高校生スター、うん、しかも190センチでね、佐伯くんがこう成長したように、うんうん、もうそのプログラムは多分持ってると思うんで、うん、どっちかだなと思って、うん、確かに今の人たちで数は足りてるんだったら高校生行ってもいいかなっていう気もしなくはないですね、2年後ぐらいみたいな、3年後とかで、うんうん、今朝丸くん、でも本当この2年後3年後、森木、門別、茨城、うん、あ、茨城くんいいですかね、うん、で、まあ、抑えなきゃいけないよね、うん、野手はどうやろうな、まあ、野手はだってキャッチャー梅野、坂本で、ファーストが小山、うん、でセカンドが中野に、ショート木浪、サード佐藤出る、うん、で外野が森下、近本、前川、うんうん、前川で、まあ、井上、うん、小野寺、
で去年も山田も大崎取ってるからね。まだね、うん、将来性そこまでいるからっていうないよね正直。結構網羅されてる感が。そうそう、キャッチャーもいい年齢具合でいるから、うん、キャッチャーもうちょっと使った方がいいよね、うん、分かってる。坂本梅野にこだわりすぎてて、うん、まあやっぱ上に行けないから余裕ないんだろうね、うん、そう試すっていうところのね、うん、だから塚谷、中川、藤田、栄田使えると思うんだよね、うん、そこそこはね経験積ませればね、はい、私若手の野手も結構その野口選手とか井上選手とかちょっとずつこう出てくるじゃないですか、うんうんうん、ってなるとこうでも野手だったらどこ取る、ね、今座必要ってとこがない気はしますよね。若干今年の木並の活躍はちょっと不満あるけどな確かにね、2割ちょいだからね、満塁は打つけど、満塁は打つけどね、ランナーいないと打てません。2割1分4厘だからね、ここでショート取っちゃったらね、山田君とか百崎君もなんで取ったんだってなるんで難しいですけど。そうなんだよね、確かに去年取ってるしな、やっぱじゃあ中継ぎぐらいで取ってきます。じゃあちょっとまず野手どっかか野手なんかね、全員ピッチャーってわけにはいかないもんな。確かに分布図が結構散らばってて、ちゃんとどの世代もいる感じなんですよね、うん、で、まあ右がいないから山田と百崎が右だもんね、はい、だからって誰も取らへんとかあるんかな。誰取ります？こんなに無理くり取ろうとしてる野手じゃあワンチャンいい？ワンチャン、はい、ワンチャンね、うん、ワンチャン上位中回中回中回3位4位中位中位中から下位に向けて、はい、西見相馬、愛工大名電、名電内外野いけるから、はい、だからワンチャンユーティリティ、うん、まあ、取っといても、うん、まあ、いいかなっていう、うん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 、野手どう、野手ワンチャンゾーンある？ワンチャン下位で、上位じゃないよ、下位ですか？下位、下位残ってねえよとか言われるからで、ね、そうなんですよ下位、うん、まあ、できたら高卒ぐらいがいいよね。一人ちょっとね、高校生で、うん、もう本当は育成かなと思ってたんですけど、はい、最後試合下の8番目ぐらいだったら、うん、ワンチャン、うん、はい、いいの言うんですよ、うん、続いてる鯖江高校の坂本健志郎君、はい、ね、で右の大型内野手なんですよ、うん、で坂本誠志郎と坂本健志郎、うん、なんと坂本誠志郎のお兄ちゃんと一緒の名前健志郎らしいんですよ。これはもう阪神に縁があるんじゃないかって、うん、関西地区では言われてるんですけどね。へ、右の大砲、うん、で内野と大型っていうところで、まあ、育成なのかなとはちょっと個人的には思ってるんですけど、うん、未来に向けた高校生ってところで、うん、まあ、多分コンバートも聞くと思うんで、うんうん、なるほど、未来の野手で、野手、いやもう私のザ応援枠はあるんですけど、うん、静岡県智徳高校から、うん、松本仁君っていう、うん、サードなんですけど、うん、もう小学校の頃からプロ行きたいっていう、うん、プロ目指してやってる子なんですよ、うん、で、あの高校通算、まあ、15ホーマーということで、まあ、パンチ力もあるんですけど、であのどこかの回で私がめちゃくちゃ推した小船翼投手って智徳高校で身長198センチの子がいるんですけど、うん、まあ、その子とあの同じ高校でね、うん、はい、やっててめちゃくちゃ応援枠なんですけれども、もしなんか素材がいいなと思ったら取ってほしいな、会の方でっていう感じですね。まあでも会はワンチャン高校生は取ってもいいと思うけどね、うんうん、正直素材型の子とか、うん、未来いいなっていう子は、うんうんうん、でも上位はピッチャー行くやろな、うん、リリーフいいの？いいの？それこそ藤田の長嶋くんとかダメなの？いいですよね、藤田の長嶋くん、長嶋くん、もう長嶋くん、丹徳くんと佐藤くんはもう3人でプロに行くんだって言ってやってますから、やってますから、うん、あとはどっかの回で言ったと思うんですけど、ラサミンね、庄司くんの回で、ゴーワー、チェンジアップが魅力を上げた、うん、じゃあ回で、回で、はい、うん、川北翔太、投手、エイジェック、おお、浦和学院で甲子園行って東洋大学からエイジェックです。はい、最速156キロ、おお早い、だからこれリリーフもいけると思うね、ワンチャン、うん、右の、うん、でしかも24歳からちょうど3、4位ぐらいでどうですかっていう、あ、確かに、うん、あともう一人、はい、吉田聖也、ああ、これ先生がめっちゃ推してた、聖能優、そうそうそう、うん、よくない？よく晴れいいですよ、うん、阪神、はい、先発で、うん、あとは NTT 西日本の井原くんとかね、うん、大将で出身で、うん、ここ最近の評価もすごい高いですね、智弁、うん、智弁学園から、はい、大将大、うん、NTT 西日本、うん、まあ、去年シーバーを取ってるってことはやっぱそこのタイプが欲しいんでしょ、そうですね、うん、
ってことを考えたら、うん、もう一人、うん、木下リト、おー KMG ホールディングス、はい、いいですよ、うん、おー福岡大から速球派でガンガン投げて最速155キロ、うん、欲しそうじゃない欲しそう、はい、即戦力スピードボーラーとか言ってパワーとよび多分社会人で一番速いです、うん、へーここら辺いいんちゃう社会人から、うん、阪神はいじゃあ阪神は最初にやっぱりピッチャー行っていやまあ上位3人ピッチャーでもいいけどな、うん、そうですね、うん、そんなに野手困ってないよとうんだから野手取るとしたら、うん、高校生とかでいいんちゃうかと思うけどな、はい、それこそ未来に向けて、うん、でピッチャーは、うん、そこら辺とあとは成長に期待しながら、うん、あとは外国人補強だよね、うん、それでチームまとまると思うんだよね、はい、だからもう強豪でもだからもう金丸と中村どっちが強豪多いかな金丸ですね、ね、うん、だからそこでワンチャン中村に行くっていうのがあるよね、はい、そうですね、うん、でも もう金丸行った方がいいよね今年は阪神1か8かでもう取りに行くっていうお父さんも甲子園の審判ですよあそうなんだ高校野球の、絶対取るべきなんですよ、うん、じゃあ下位の方で即戦力の社会人ピッチャーだったりと とか未来に向けての野手だったりとか野手俺は石見くん推しで、うん、はい、うん、とかがいいんちゃうかなと思うけどね、はい、まあ、バランス取れてるからねチームが、うん、まあ、基本好きなの取っても大丈夫ですよっていう感じだけど毎年されてますもんね、ご自由にどうぞドラフトっていう年齢の分布図もいいね、使えね、使えんベテランおらへんもん、はい、そこでもうかっちり枠の人数を上げてるから、うん、こう使えないベテラン置いとくと、うん、どっかに歯抜けになっていく、はい、でもこう使えないベテラン切ってるから、うん、いい具合の分布図いるからあとはもう成長させて育てていってね、はい、いくのかで今年は秋山梶谷ともね、うん、戦力外になったっていうところもあるから、うん、ピッチャーのベテラン勢もどんどんいなくなっていくからね、はい、そこら辺は若い選手で埋めていって、うん、そのチームの年齢的分布のバランスはめちゃくちゃいいから、うん、あとはその選手たちを成長させることだけだね、はい、うん、だから今年はやっぱ即戦ウアンちゃん、うん、じゃあサワン、サワンね、うん、あとは社会人のリリーフ型の速球派タイプを取った方がいいかなと、はい、うん、でまあ野手は下位で取れたら取ってもいいんちゃうかっていう高校生で、はい、っていう感じがします、はい、はい、